大会この競技会には15都府県から30の団体が来ております。そのうち学生卓球の団体が8大学、まあ、その1大学でもあります専修大学所属の石川優馬選手スタート。専修大学馬術部は神奈川県の伊勢原市にあります。この会場からおよそ180キロ離れたところからバウンチャーというトラックに乗ってこのバウンを運んできております。石川優馬選手は栃木県立宇都宮環境高等学校から専修大学の経営学部に進学いたしました。4年生になりました。国籍のフラッグがありました。原点4北海道で生まれましたカラフレット15歳の女性はアドマイヤドンのオリエントカラーの関係競争の時代現在と同じ名前で中央競馬28年以上地方競馬も出演しております。さあ初日のバーバイズ競技は 41.0 点で15位でスタート。そして昨日のクロスカントリー競技は見事減点0で第4位まで上がってきております。さあこのまま今一つ落下がありますね。最終の障害声を繰り返しまして今フィニッシュです。